次に体落としを説明します。位置で自分の足を相手の足の三角形の頂点に持ってきます。2で自分の軸足をそのかかとのところに持ってきます。同時に右手で相手の引き手を吊り上げ、左手の釣り手で釣り上げます。2で回転します。3で投げます。1、2、3、1、2、3。ポイントは名前のごとく相手を落とすことが必要です。担ぎ上げるのではありません。そして背負い投げの場合は肘を相手の脇の下に入れました。このような手首の形で入れました。体落としは釣り手を釣り上げて相手をそこから下に落とします。この釣り手を釣り上げることが重要なポイントになります。1、2、3。また連絡技ともつながりやすい技です。例えば大内刈りをかけますと、そのまま足が前に出ますので体落としはかけやすくなります。位置で自分の足を相手の足の三角形の頂点に持ってきます。2で自分の軸足をそのかかとのところに持ってきます。同時に右手で相手の引き手を釣り上げ、左手の釣り手で釣り上げます。ポイントは名前のごとく相手を落とすことが必要です。担ぎ上げるのではありません。1、2、釣り手を釣り上げて相手をそこから下に落とします。